日本は自治法国として責任を果たしていくためにも国際金融経済分析会合を開催します会合には安倍総理や麻生財務大臣のほか世界的に著名な経済学者らが出席します安倍総理は伊勢志摩サミットで世界経済の持続的な力強い成長に貢献していきたいと強調しましたこれに先なって 過去最大の九十六兆七千億円を超える二千十六年度予算案が衆議院を通過しました。予算案には、安倍政権が掲げる一億総活躍社会を実現するため。子育て支援や介護サービスの拡充が盛り込まれていますが、民主党など野党は。格差是正の対策が不十分だなどと批判しています。一人一人の暮らしを支えていくという観点が全く欠けていて。 これでは、あの暮らしや経済を支え、支えていくことはできないと。予算案は、今日から参議院で審議が始まりますが。憲法の規定により、年度内の成立が確実になっています。